はい、どうもゲームプレイヤーヒデでございます。日曜日の23時、付き合って1年は経とうとしている俺の彼女。ん？遊んだのは一昨日だろ。 Day 1、 月曜日。次の日の夕方、つまりさっきのは日曜日だったんですね。大学の講義を終えた俺はサークルへと顔を出した。彼女、カタカナの彼女との出会いも、この写真サークルとは名ばかりの緩いサークルだ。あ、いた。ちょっとクール系の彼女じゃないですか、これ。ん？なんだか元気がないように見えるな。よ、お疲れ。お、びっくっとしたね、今。何、どうしたの？あ、俺くん、講義お疲れ。うん、なんか元気ない？うん、そんなことないよ。そうは見えないけど、あ、昨日のライムが原因か？確信にいきなり迫ってますね。既読スルーぐらいでそんな怒るなよな。え？怒ってんじゃないのか？あ、そうだよ。もうひどいよ、俺くんってばさ。これさ、確実に勘違いしてさ、そっちにビクったよね。何かといつも忙しいって言い訳ばっかりなんだから。はいはい、ごめんって。ほんとそっけないし、私ばっかり。機嫌直せって。今日は飲み会だろ？俺たちが所属してる写真サークルは活動よりも飲み会に力を注いでいる。もはや飲み会サークルだね。飲みサーだ。そして、みんなが楽しければ OK というのがこのサークルの方針らしい。そうだった。飲み会待ってましたー。調子のいいやつ。ま、単純で可愛いけどさ。お、飲み会ですな。居酒屋です。あると思われる。大学近くの飲み屋で定例飲み会がスタートした。俺は彼女の隣ではなく友人たちと固まって座った。飲み会でも活動中でも俺たちはあまり隣同士に座らないし、ベタベタくっついたりしない。人前でイチャつくカップルって見苦しいしな。あー、この俺くんはあんまりこうイチャつくのが好きじゃないんだね。どっちかっていうとこの俺くん自体もクールな気がする。きっと彼女も俺と同意見だと思う。同じタイプの人間なのかな。ま、聞いてないけどさ、聞くまでもないだろ。結構決めつけが多いね、この子は。1時間ほど経過しただろうか、場は盛り上がってわーわーと騒ぐ声が店内に響いている。ふと彼女の方に目をやると、彼女がいた場所は違う女の子が座っている。彼女どこ行った？あれ？どこに行ったんだろう？さあ、ここで2つの選択肢が出ました。探す？探さない？さあ、最初に来たコメントによって、選択肢を選んでいきたいと思います。さあみんな、探す？探さない？ちなみに僕はですね、こういう状況の時は、探さないです。あーでも、聞くことはするかな？どっか行った？つって。その近くに座っていた子に聞いたりはするけど、探しに行くとかまではしないかな。だから、この場合僕は探さないだと思います。探すなよ。おー、ベア君が2番目で探す。まあ、でもね、1番目って言ったからね、ライム君の方を選びましょう。探すなよ。というわけで探さない。選択肢もでかいね。分岐マップ。あなたの選択によって、主人公は同じ時間の中で異なった運命をたどります。その辿った道筋を記録するのが分岐マップです。マップの詳細は画面右下の分岐マップマークから開くことができます。なるほど。さっきから気になってたこいつね。そして関係変動で 32% に落ちました。どんどん落ちてくね。生3つお待ちは、あざす。何気なく運んできてくれた店員を振り返ると、ドキリとした。おー、なんかちょっとギャルっぽい感じがするね。いかにも僕のタイプですけれども。やたら目力の強い派手めな女と目があった。鋭い眼光に射抜かれ、俺はすぐに目をそらした。怖えー。俺は派手な女子は苦手なのだ。さすがに童貞じゃねえよな、この俺くんは。それだったらめっちゃ、なんか、ねえ、俺とは全然違うんだけど。すぐに店員は引っ込んでしまったが、心臓がしばらくバクバクと脈打っていた。ビビったな、こいつ。夜が更けて飲み会もようやくお開きとなる。
俺はいつものように彼女と一緒に帰ろうと周りを見渡す。あれ？彼女の姿が見つからない。まあ先に外で待ってるのかもな。もう帰ったんじゃね？外に出ると少し肌寒さを感じた。先輩寒いです。二人で飲み直しませんか？ What？おいおい、これやばいだろ。完全にさ、飲み直しませんかってさ、先輩の方に言ってるからね。彼氏である、俺くんじゃなくて。もうこれダメだろ。あいつ何やってんだ？ Turning point！ 呼び止める、帰る。ですね。まあもちろんこれもね、みんなの、その最初に来たコメントで決めたいなと思うんですけど、この場合、僕の場合はですね、実際に起きた場合どうするかということなんですけど、もう勝手にしろと。まあ、怒りですよね。怒りを抱きつつ、帰ります。そして、まあ、おそらく、この俺くんよりも、この先輩の方が一個上なんでしょう。なので、あまり強いことは最初は言えないと思いますけれども、聞きます。なんか言われてましたけど、なんかあったんすかみたいな。聞きます。で、その後なんかエッチしたとか言われたら、まあ、そういうことですよね。まあ、こう、ガッと言って、バーンみたいな感じですよ。というわけで、じゃあ、呼び止めてあげてとね、ライム君が言われたんで呼び止めましょう。はい、呼び止めました。アタックターン！彼女を問い詰めろ！おお、すげえ。おい、どこに行くんだよ。アタックポイントは3つですね。振り返った彼女はポカンとした表情で俺を見てくる。完全に酔ってるな。ん？俺くん、どうしたの？どこ行くつもり？当然そうでしょ。どうしたの？はこっちのセリフだ。どこ行く気なんだよ。え？別に？外で俺くんを待ってただけだよ。それを待つと言わねえんだよ。どう見ても俺を待つどころか先輩とどこかに行こうとしてただろう。それを待つと言わねえんだよ。おう、無言ですな。えへへ、バレちゃった。でもどうしてどこかに行くって決めつけるのかな？俺くんまだ楽しんでたみたいだから先輩と駅まで一緒に帰ろうと思っただけだよ。帰るくらいいいでしょ？これはね、俺はちゃんと覚えてるからね、飲み直しませんかって言ってたと。わからん、やめとけ。もう気にしないよ、そんなこと。もう終わったからね。はっきり聞こえたぞ。お前が二人で飲み、ま、あお。ちょっとここはね、感情込めて言おうか。はっきり聞こえたぞ、お前。お前が二人で飲み直しませんかって言ってたの聞こえたんだからな、お前。どうなんだよ。お、無言ですね。何も言えない。くす、そんな怒らないでよ。泣きを入れてきたか。ちょっと先輩に相談聞いてもらおうと思っただけだもん。はぁ、泣くことないだろう。先輩、彼女さんもこう言ってるんだし、おめえ引っ込んでろ、バカ野郎。もう責めるなよ。無言。どうしたの彼女ちゃん。メンバー A。うわ、他のやつがね、入ってくるほどほど、ことほどね、もうめんどくさいことはないんですよね。ほっといてくれって思う。ちょっと俺先輩、彼女さん泣かせたんですか？こんなにいい子泣かせちゃダメっすよ、俺先輩。俺はくす、みんなごめんね。俺くんもごめんね。私が悪いの。私が俺くんを不安にさせちゃったから。違う。お前が先輩と。ちょっと俺先輩、これ以上彼女さん泣かせないでくださいよ。もう絶対こうなんて分かってんだよ、もうさ。みんなさ、そういう風に泣いてる方のさ、味方するよね。分かってる分かってる。何があったか知らないですけど、謝ってるじゃないですか。そういう問題じゃないんだよな。完全に俺が悪者扱いだ。まあ別にヒールに、ね、なるのは全然いいんだけど。メンバー A。とにかく俺先輩彼女さん連れて帰って話し合ってくださいね。あ、これはいい意見だね。そして俺は無言だと。
納得いかない。もちろん。けれどこの場をおとなしくした方が良さそうだ。もちろん。空気が悪い中、彼女を連れ居酒屋を後にした。まあとりあえず、まあ事情をよく分かってないね、奴らと離れるのはいいことだと思います。アタックターンクリア。はい、よかった。一応クリアみたいですね。なんかこの音楽がさ、別れの前みたいな感じするよね。俺と彼女は俺と彼女は一言も口を開くことなく駅前までやってきた。彼女無言。俺、どうしたんだよ、終電なくなるぞ。俺くん、先輩と飲みに行こうとしたことは認めるよ。おう、認めやがったこいつ。でも先輩に相談したかった、それだけ。相談って何の相談なの？それは、うん、まあ無理には聞かないけど。うん、聞いて。うわ、怖いぞこれ。結構とんでもないことが言われそうなんだけど。よし、来い。本当は内緒にしておきたかったんだけど、不安にさせたくないし。俺くん、もうすぐ誕生日だよね。おお、ちょっと待って、予想外のことが来たね。あ、確かに来月は俺の誕生日だ。だから誕生日プレゼントを先輩に相談したくって。そうか、俺にサプライズで。そういうことだよ。もうサプライズじゃなくなったけど、楽しみにしてて。じゃあ俺くん、おやすみなさい。ちなみに駅の名前は浮気ステーション。へえ、へえ、駅の名前が浮気ってなっとるやないか。もう完全にそれやん。彼女は俺のために相談しようとしていた。きっと壮大なバースデープレゼント計画に違いない。こんなに前もって準備してくれるなんて、やっぱりなんだかんだ言って俺のことが好きなんだな。なんか単純というか、女慣れしていないというか、まあ、簡単に手玉に取られそうな俺くんですね。さっきは少しだけ疑ってしまったが、悪いことをしてしまったな。あー、やだな俺こういうやつ。ん？誰だよもう。あ、彼女からか。さっきはびっくりさせてごめんなさい。怖かったです。次は予定立てて楽しみましょうね。これもさ、違うんじゃない？これさ、先輩に言ってるよね、多分。ほら、俺くん無言になっちゃったよ。彼女。ね、さっき言った言葉ですよ。このメッセージそのままでございます。ん？どういうことだ？昨夜といい、誰かと間違えてるのかな？俺はなんとなくスクリーンショットを撮っておくことにした。お、これ大事な証拠だね。ライムのスクリーンショットを手に入れました。今拾ったもの、もしかして主人公の運命を変える証拠かも。主人公が時々物を拾うことがありますが、使用できるのはエピローグのある場面のみです。拾った証拠ハテナはマップを移動しても基本的にそのまま保持されます。なるほど。俺くんは眠気がピークに達し、俺はスマホを手放した。そして眠りについたわけですな。デイワンエンドですね。というわけで、これは、何？ハッピーエンド ?02、ドジっ子な彼女。ほう。お、これはデイ2に行かないものなのだろうか。これはどうしたらいいんだろう。リトライってやつが一番でかいからリトライなんだろうかね。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。まだチャンネル登録してない人はぜひね、チャンネル登録お願いしますよ。このボタンね。スマホの人はぜひね、メール通知で受け取るように設定もお願いいたします。そしてパソコンの方は歯車マークからメールの通知をオンにしてください。ぜひお願いいたします。じゃあまた別の動画で会いましょう。